はい、どうも皆さんこんばんは。スリーピースチャンネルのヒデです。シオンです。リョウタです。トモです。ですね、今日は初めてですかね、ナンバーナインの撮影なので、うちビリヤードも置いてまして、ビリヤードも含めたゲームをやっていきたいなと。お、面白そうですね。そうそう、新しい。ビリヤードやったことあります？2回ぐらい。2回ぐらいやったことあります？3回ぐらいまあ、4回で、あのナインボールっていうゲームがあるんですけど、ちょっと難しいかなと。でネオナインボールっていう、ナインボールって1から9番を順番に落としていくゲームなんですけど、9番以外はどの順番でも落としていっていいよっていうゲームと、ダーツをちょっと織り交ぜたゲーム。それが何、組み合わさることできるの？そうなんですよ。ちょっとここで言うのも難しいので、詳しくは概要欄に書いてあるんですけど、早速やっていきたいと思うので、はい、罰ゲームって今日はあるんですか？今日は罰ゲームはどうなんですか？まあ、せっかくのビリヤード企画なんで、負けたチームはセンターショット入れれるまで帰れませんということで。センターショット。センターショット。聞くところによると、1個の球を白いボールでどっかの穴に入れるっていう感じだよね。真ん中に置いて対角線上にまっすぐ入れる、なんかセンターショットですね。はい、ダーツやったらブルーに入れるみたいな、はいはい、そんな感覚です。わかりやすい。それではやっていきたいと思うので、チーム決め、チーム決めましょう。やりましょう。グッパーでいいですか？グッパーですね。はい、グッとパーで分かれましょう。おっと、もう最近このチーム多いな。パーがヒデ、シオンチームで、グーがトモ、リョウタチーム。それではやっていきましょう。ゲーム、はい、オン。お願いします。さすまた使います。二段目。二段目さすまた使います。さすまたってやめて。ベストね。ベスタ。ベスト。ベスト。下の方。横。こう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 。そう。ダーツと一緒。そこはダーツと同じ量。好きにやってもらって。いきます。うまい。いいよ。いいよ。ナイス。いいよ。いいよ。いいよ。3ラウンドいきます、うん、3ラウンドトライ。これで9番落としたら3ラウンドなんで、トライしたいと思います。ありえなくないよね。ありえない、おお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 お
よし。次が28。これしよう。信じるぞ。シオンヒデチームのビリヤードの打数は28打でした。はい。今ビリヤードの方で、ヒデちゃんとシオンのチームが28打打ったってことで、僕らは、10ラウンドの1本目までに上がらないと負けみたいなんで、このいいかもね。超いいかもね。ゴーマルだからね。10ラウンド、まあ、9ラウンド、まあいけるかな。大丈夫だと思いますよ。じゃあちょっとやっていきましょうか。はい、はい、負けないように、はい、で今回のファーストはちょっとりょうたに頑張ってもらおうかな。やってみせますよ。はい、じゃあお願いします。お願いします。いや一発目どうでしょう。プレッシャーをかけてる。コメンテーターみたいな。今日のニュースみたいな。今日のニュース。一投投げることにめくれるのちょっと聞いて。早いな、あんだけ時間かけたのがすごい早く。いやもうとりあえずトーンとか削りだよ、とりあえず。19ですね、今ので。3ばっかり。あ、そうです。やばいね。16本。どうなんだ、どうなんでしょう。すごいな。バカコメンテーターがこういう人いるけど。見えてますね。どうなんだって聞いて、どうなんでしょうっていう。安い。コメンテーターが。やばい。まだあと何個？3ラウンドありますね。3ラウンド。大丈夫大丈夫。オッケー。あと7本。ナイスショット。ナイスショット。いやー、残り4本残して。いやちょっと、りょうとめちゃくちゃうまかったね、今ね。いやー、よくできました。いやもう今どうなるかと思った。もう上がりだっけ、美味しいとこだっけ。ありがとうございます。だってこの2人で24本。はい、攻守交代ってことで、はい、ビリヤードちょっと俺とりょうたチームやっていきます。まずは上から、はい、お願いします。いや、ビリヤードってそんな緊張しないの？ダメですね。うまっ。おいおいおい。うまい。うまっ。おお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 お
ここに来て。あ、なんかさ、ボールこの辺に当てられるじゃん。そういうことか。これ優しい。優しく。優しく。ということで、33打で上がったんで11ラウンドかな。11ラウンド、レナリーよりちょっと1ラウンド長く上げることになっちゃうけど、ほぼ初めてにしたらちょっと頑張ってんじゃないの。そうっすよね。キャッチ高子。高子です。どういうこと？忙しいの？そうなの、意外と忙しいの。はい、キャッチ高子です。キャッチ高子。いや、ブルキャッチじゃないから。内腕キャッチ高子。え？なんか文句？ナイス。すごいいるな。これめちゃくちゃ本数ありますよ。あるよ。バーストあるから、バースト。これまずいな。お、ある。ということで、ピリシオンチームが勝ちということで、よっしゃー。いやー、こんなに差が出るとはね。そうっすね。10本ですか。そうね。そうね。ということは3ラウンド。うん。ビリヤードが4か5ぐらいしか差なかった。そうだよね。うん、だからもうこれダーツの差だね。はい。ということでね、ダーツが置いてあるところにビリヤードも置いてあるところもあると思うんですが、そういうところでこういう遊びもいいんじゃないですかね。そうね。店員さんに聞いてもらって、それでいいよって言ってもらえればやれると思うので、ぜひぜひやってみてください。そしたらね、あれだよね、ビリヤードのお客さんとかともう仲良くなるかもしれないし、ね、確かに、あ、いいですね。また幅が広がるかもしれないですね。初心者も結構楽しめるというか、やりやすいゲームだったかなって思います。このゲームが楽しいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは今夜も3D's。それではね、今回負けた罰ゲーム動画を撮っていきます。で、センターショットはなんか真ん中に1個置いて、この2つ目から打って一発で入れるみたいな。で、白いボールはこの台に残すみたいなのをできるまで変えてもらって、あら、はい、早速やっていきましょうか。
よし、いきます。1回目俺これ、あ、マジか、すげえな、ほんとに。じゃああと、りょうさんよろしく。あれ、これ持っとけな、マジで。お疲れ様でした。なんかピタッと飛べるのがかっこいいってマジで言ってた。どっから受けました、今のね。え、どれなのか全然考えずに今これはやばいな。1回目、じゃあ1回目、あ、なんだこれ。そうそういうのが欲しかった。あ、ちょっとほら、見てあれは、これはいかないんかいよ、ほんべ。こっちかこっちもどっちかでやらなきゃいけないでしょ。あ、違う、入れば OK じゃないの。ダメね、入れば OK だ、まあ、基本的には。そうだね、そうだね、これはやばいな。いや、いけるでしょ、簡単だった今。いやいや、めちゃくちゃ簡単だった。なんか違うのかな、考えた。川崎チョークさ、チョーク、あ、チョーク、あ、これか。そう、これ大事なんですよ。大事だ、さっき教えてもらった。なんか使い方も難しいな。これ滑ったのかな。あ、これ滑ったのか、滑ったのか。じゃあ2回目、ね、来た。罰ゲームってなんだよ。罰ゲームってなんだ。来た、なんだ、簡単だったわ。ということで、まあ、よかったね、なんか軽い罰ゲームで。よかったですよ。帰りそうだね。帰りそうじゃん。まあ、これを機にちょっとシアもやってみる。シアもやってみる。やってみる。あ、お、いったいった。いいよ。やったー。帰れなくなるかと思った。何回目だった。こんな感じで。これが罰ゲームです。これを機にみんなビリヤードやってみてください。バイバイ。